皆さんこんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、接客のいい見本と悪い見本というテーマでお届けいたします。ちょうど昨日ですね、私、新潟市内にある某総合病院に行っていました。というのもですね、持病がですね、少し悪化して、体がちょっと痒くなってきたんですね。よくよく考えてみれば、前回、通院した時に、痒み止めの薬はいらないって言って先生に言ったんですが、やっぱり、こうね、もう大丈夫かなと思ったんですけども、体が痒くなってきたので、急遽、昨日、病院に行きました。それでですね、まあ、薬をこう処方してもらうわけなんですけども、その他にもですね、ちょっといろいろなですね、まあ、医薬用具っていうか、そういうのもこうもらうんですけども、まあ、その、ところに、まあ、コーナーっていうか部屋があるんですけども、そこに行ってですね、もらおうかなと思ったら、鍵がかかっていました、その部屋に。で、まあ、鍵っていうか、扉のところにはですね、ご用の方は受付何番にお申しくださいって言ったので、受付に行って、あちらの部屋に用があるんですけども、誰もいらっしゃらないんでよろしくお願いしますと、まあ、そこの方に言ったら、あ、わかりましたということで、その部屋の前で私待っていました。で、1分経ち、3分経ち、5分経ち、なかなか来ないんですね。まあ、けど、あと1、2分待ってみようかというところで、もうさすがにですね、なかなか来ないんで、先ほどの受付のところに行って、先ほど言った人と同じ人に、申し訳ございませんけども、先ほど、あちらの前で待っててくださいって言われたんですけども、担当の方がいつまで経ってもいらっしゃらないんですが、って言いました。そしたら、その方がですね、いや、電話かけたんですけどね、って言って、その一言だけで終わってしまったんですね。僕もその後何も言えずにですね。まあ、向こうもなんか忙しそうにしてるんですよ。まあ、そんなことがありました。で、その日、まあ、昨日ですね。昨日の夜、たまたまクリーニング屋さんに私のワイシャツを取りに来ました。妻がですね、クリーニング屋さんにワイシャツを出しててくれたんですけども、まあ、ついでなんで、夕方でも取り行ってよねって言われたので、夕方取り行くことにしました。そのクリーニング屋さんでの出来事です。こちらはですね、私、買い物の、して、最後にですね、そのクリーニング屋さんに寄ったんですね。なので、左手にはですね、まあそうですね、まあ、買い物袋っていうかな、そういうのを、まあ、食品が入ってるの袋を2つほど持っていました。それで、なんか、クリーニングの交換シートっていうんですかね、それをお渡しして、それでこれお願いしますって言ったら、ワイシャツを7枚ぐらいね、こう持ってこられたんですね。それでお待ちどおさまでした、お待たせしましたっていうことで、ワイシャツを受け取りました。ハンガーでかけてあるワイシャツなんですね。なんでハンガーをガチッとまとめて持ってて、僕がこっちの手にですね、買い物袋2つぐらい持って出ようとしたら、そこの店員の女性の方がですね、あ、すいませんでした、気づきませんでって言って、そんなにお荷物たくさん持ってるので、ドアを開けしますって言って、わざわざ小走りで走ってきて、ドアを開けてくれたっていうね、まあ、こんな話なんですね。前半は某総合病院の話、後半はクリーニング屋さんの話なんですけども、いい接客と悪い接客でこのぐらい差がありますよということでございます。皆さん方はどう感じられたでしょうか？今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。